ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、小林太郎です。ね、あの関西で一ネタありませんかと実は最近できたんですよ。まあ、あの京都ですかね、京都に、まあ、新幹線で降りた時にですね、まあ、新幹線降りまして、で、まあ、エスカレーターで改札の方にこう、その時あの一緒にいたマネージャーさんとですね、僕は2人でこうエスカレーターに乗ってこう下ろうとしたらですね、僕の、まあ、すぐ後ろにいた男性の方がですね、まあ、こう結構お荷物の方がものすごい勢いで下りのエスカレーターを登り始めたんですね。で、初めて見るぐらいの無様なこけ方をエスカレーターでして、こけてる間も下に下がっていくんですけど、でもそれでも上に上がらなきゃいけないから、また上に上がるとその荷物が引っ掛けてまたすごい無様にこける。まあ、きっと新大阪って思ったんですかね、京都も。めっちゃ面白いおっさんいたの。いやー、まああれは、まあ、関西だからかとかわからないんですけど、いやー、でもその、まあ、関西でね、何かこうすごいすごい印象的な思い出できたなと思っておりました。まあ、あんなに無様な声方本当に見たことない。手をバーってついてもガバッ何かに追われてるような感じですよね。まあ、そんな僕小林太郎は2015年11月25日ですね、セカンドフルアルバムルバーノをリリースいたしました。こちらは約3年ぶり、まあ、フルアルバムとしては、まあ、その3年の間に、まあ、EP だったりとかですね、ミニアルバムを出しておいたんですけど、まあ、その3年間、培ったものプラスですね、小林太郎としてこれまでやってきた全てをこのルバーノで、表現したつもりでございます。なかなかそのもちろん聴いてもらう人にとってもですね、そしてそれを作った僕にとっても、小林太郎ってこの、まあ、6年間ぐらいの活動でどうなったのかということに対する答え、まあ、そんな作品になっているので、ぜひ皆さんにも聴いてもらいたいなと思っております。まあ、そのウルバーの日付上げてはいろんなライブ決まったりやったりしているんですが、なんと2016年には、まあ、3月ですね、東京と大阪でワンマンライブ予定しております。まあ、このウルバーの自体がですね、まあ、これまでの小林太郎の全てであると言っても過言ではないので、まあ、ワンマンライブの方もですね、ウルバーのもちろんその小林太郎のこれまでも全部こう詰め込んだそんなライブになればいいなと思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。まあ、それでは、まあ、また大阪でも、京都でもですね、あのさ元気にしてるのかわからないですけど、まあ、いろんなところでライブしていきたいなと思っているんで、またライブでお会いしましょう。小林太郎でした。